このコンテンツはなかなか上達しないゴルファーのためにもっともっと上達につなげてもらおうと考えるちょっとおせっかいなコンテンツである。はい、住吉先生、はい、今日も元気にやっていきましょう。やっていきましょう。今日は何です？今日はね、これすごい、うん、ちょっと巷で話題沸騰。おマカロンだ。こちらの動画です。はい、これすごいよね。小靴ってやつですよね。うん、ちっちゃい靴ってことじゃないですからね。え、なんですか？ちっちゃい靴ってことじゃないですよね。小靴。もちろん違います。はい、早く分かりやすく解説してください。そうしましょう、そうしましょう。はい、まず小靴の説明をしておくと、小靴っていうのはこうですね。トップポジションで言うとこっち側におることを小靴って言います。これ反対にこっち側におられちゃうこと、これ背靴って言います。小靴、背靴、これだけちょっとお伝えしておきますね。で、小靴は確かに効果はあるんです。手をこうね、小靴側の方に折ると、まずどういう状態になるんですか、小靴することで。小靴をすることによって、まあフェース面が確かにクローズになりやすい、これが一つ。あとは小靴をするとインサイドにも振りやすくはなるんです。ただこれをしすぎちゃうと、まずデメリットとしては球がちょっと上がらない人が出てくる。あと左に飛びすぎる可能性がある。だから言う、前回やったのはプルフックですね。はい、こういうミスにつながる可能性があるので、やってもいい人とやりすぎない方がいい人もいるんですよ。なるほど。ここを間違えちゃうと、流行りの小靴やるだけで、はい、全然ダメじゃない、なんだよダメじゃんってなっちゃうわけですよ。なんだよっていうね。なるほど、じゃあみんながダスティン・ジョンソンになれるわけじゃないんですね。まあ、気持ちはね大事だけど、なれるわけじゃないからね。じゃあ解説の方、お願いいたします。はい、お願いします。では小靴の解説をしていくと、さっきお伝えしたように、小靴をやりすぎない方がいい人の特徴としては、球が低くなってる人、あとはそもそも球がプルフックだったり、まあ、ストレートフックの動きが強い人は、あまり小靴の動きを入れすぎるよりはトップポジションでのこっちの角度ですね、この動きを無理に入れようとせずに、ある程度左手とこの手の甲の面、ここは割とそんなにフラットの状態で構わないので、これぐらいで全然 OK です。だから無理くり小靴を入れすぎないっていうのにはちょっと注意をしてやってみましょうか。逆に小靴を入れてもいい人、入れた方がいい人の特徴としては、球が高くなりすぎてしまっている人であったり、そもそも球が右に出すぎてしまったりとか、まあ、ちょっとこうプッシュ気味の球が出て、ややスライス気味の球が出ている人は小靴をちょっと入れていきましょう。トップポジションでの手の甲の向きを少し天井側の方に向けていくと、小靴がしやすくなってきて、かつさっきお伝えしたように、小靴を入れることでダウンスイングがインサイドからも下ろしやすくなってくるので、スライスで悩んでたり球が上がりすぎてる人は小靴の練習頑張ってやってみましょう。
球筋を確認して高い球かスライスなら触屈を取り入れよう。はい、すみません先生、はい、闇雲にやればいいってもんじゃないですよね。そういうことなんですよ。まあ、確かにね、ダスティン・ジョンソンとかジョーダン・スピースの顔の感じかっこいいんで、まあ、やりたくなっちゃうんですけど、はい、まあ、やりすぎ注意ですね。なんで彼らは結構消屈されてるんですか。それはちょっとまた今度にしましょう。分かってますよね、ちゃんと。うん、それはちょっとこの短い道路の中で収めるのはちょっとね、もったいないから今度やりましょうよ。ちょっと退屈な回答でしたね。あ、くー、はい、OK。 大丈夫です。今のどうした、大丈夫。参考になった方もイラッとした方もチャンネル登録よろしくお願いします。